てしまい涙枯れてしまう日々が来てもあの日の誓いだけは忘れないで解き放つ
いライブユニオン所属の天塚と瀬戸内海からやってきた魚の妖精瀬戸のトトです。はい、ついに来ましたバーチャダイブ。いや、やってきましたね。本当ですよ、めちゃめちゃ楽しみにしてたよ。ね、私もめちゃめちゃ楽しみにしておりました、ね。いや、まずそもそもね、ライブ自体が外のライブ初めてなのかな。初めてやるのね。そっか、そうだよね。そう、私自体はね、すごいもうなんかもうすっごいドキドキして楽しみにしていたんですけど、ね、いや、まあ、それもトト様と一緒にってことでね。いや、本当にね、いや、めちゃめちゃ嬉しいよ、私的には。天塚と出れて、そうね、私もトト様と一緒にやりたかったから、もうね、いや、もうそう言ってくれるのがさ、めちゃめちゃ嬉しい。いや、本当にさ、あの1曲目にね、聴いていただいたんですけれども、私と天塚はもうこのコラボオリジナル曲もあるし、そうですよ、そうですよ、ね、このね、スカイブレイカーっていう、ね、そう、皆さんどうでしたか。スカイブレイカーっていう曲ですけど大事だからね。あ、まさかなんか、まあね、ちょっとあのトト様とね、オリジナル曲1曲持ってるのに、まさかライブで歌わないわけなくいや、そうなんですよね。まあ、冒頭にね、もうぶち込ませていただきましたよ。本当に、まあ、2曲目はね、そのカラフィナさんのマギア歌わせていただいたんですけど、まあかっこいい曲2曲どうでしたか、ね、ちょっとオタクが好きそうな曲をね、詰め込んでますから今日は、はい、そうですよ、そうですよ。はい、バーチャダイブ盛り上がってますか。盛り上がってますか。ツイッチも盛り上がってますか。盛り上がってますか。コメントも見えてますからね、本当に。そうですよ、サボるんじゃないよ。見えてますよ、はい、そうだよ、画面の前でもね、みんな頭振って、現地にいる方はね、もう頭ブン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 してもらって、楽しんでいきましょう、ね、こっからさらに盛り上げていくんで、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。それでは次の曲2曲続けてお聴きください。あららら、噛んだ。お聴きくださいお聴きください。ワンツーワンツースリーフォー。夢では自然体、挨拶だってお手のもの、現実ではぎこちない、
見つめ合った。生き残りたいと
ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今歌わせていただいたのはハニーワークスさんの日曜日の秘密、そしてメインさん中島めぐみさんのライオンでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、なんか今日の瀬戸り、あのもうマジで高低差というか、いや本当に、いや本当にそうなんだよ ね、 いや本当に温度差がねすごすぎてね、そうそうそう、ちょっとオタク風邪ひかせようぜって二人で話しながら決めましたね、うん、これは瀬戸りを決める時点でね、もうこれをここのタイミングで歌えばお前ら風邪ひくやろみたいな感じでね決めてきましたけども、そうなのよ、そうなのよ、風邪ひきました、みんな風邪ひきました。まあ風邪ひいてもらえたら嬉しいな。いやでもね、そのなんかアニソン、うんうんうん、ザ・アニソンみたいな感じの王道の曲からちょっとね、うん、我々があんまり普段歌わないよね、こういう可愛い感じの。そうなんだよね、うん、そうそうそう、意外性というかね、あんまり歌わないからちょっとトト様のオタクの皆さん、そうそうそうどうでした。でもなかなかないから本当にもう噛み締めろよ、うん、そうだよ。いやー、あー、うーん、いやー、うーん、この言葉なー、ちょっと言いたくないんだけどなー。どうしたの、どうしたの。次が最後の曲になります。ざっとらしい。ありがとうございます。あのステレオタイプのね、A のやつね、うんうん、曲なんですね。そうなんですよ。いやもう次の最後に歌わせていただく曲なんですけれども、はいはい、いや実はですね、はいはい、あの私たちが所属しているライブユニオンっていう事務所が、はいはい、あの3月末で2周年を迎えましてですね、はいはいはい、はい、それをね記念してアルバムをリリースしたんですよ。あ、そうなんですね。アルバムを、そうなんですよ、うんうん、あの、うんうん、各種サイトにて、はいはい、あの大好評配信中なんでございますけれども、はい。はい、そうですよ皆さん、はい、もうもちろん聞いてくれるよね。もちろんね、もちろん、いや、もう聞いてくれてるんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい。はい、まあね、次にね、そう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 、はい、歌わせていただく曲はなんですけど、うんうん、そのアルバムの中からね、うんうん、お送りしたいと思います。はい。なんだこの間、なんだこの間。やっと戸沢が言うかなって思ってさ。次の曲、はい、はい、じゃあそれでは聴いてください。あの日見た星のように。ありふれてた日々変わり出した、あの時からずっと
頭に描いてた未来は今も変わらない場所で光ってる。少しずつ流れていく時の中で星は輝く、その時を待っていた。叶わない願いに胸の奥で泣いてた自分を隠した。のトトでした。 YouTube のチャンネル登録、 Twitter のフォローもよろしくね。よろしくお願いします。この後も最後まで楽しんでいきましょう。バイバーイ。楽しんでいきましょう。バイバーイ。